本日はなんと定額減税住民税部分なんですけど、はい、うちの家族は、恩恵を受けられないということが判明しました。まあ、これはね役所に行って聞いてきた話なので、はい、僕は専門家ではないので間違ってる可能性はあるんですけど、もし間違ってたらぜひ指摘してもらいたいし、はい、逆にこうやったらいいよっていうアドバイスがあればぜひ欲しいので、とりあえず動画の内容を一度見ていただければと思います。こんにちは。こんにちは。ラマ。矢崎です。ママです。どうしようか。なんだ、どっか座るか。そうね、パパしんどいんじゃない。そう、こんなんしながら喋るのしんどいな。うん、まあ、ここまでやったら。はい、大事件ですよ。はい、何でしょう。定額減税、うち関係ないみたいやで。え、もらえないの。もらえないというか、受けれないというか。そう、減税も関係なければ給付金も関係ないみたいで。よく座るか。あ、そこに座るのね。はい。ああ、いや、はい、住民税のね、はい、決定通知表みたいなのが届いたのよ。来ましたね。うん、で見たらね、住民税がないのよ、うち。あら、うん、ないというか、均等割っていうのが5300円あって、はいはい、それ以外がないのよ。うん、所得割っていうのが、うん、去年は18万円ぐらいあったんかな。うんうん、で、今年はないのよ。今年に限って。うん、で、なんでかな思ったら、要は所得が減ってるわけよ、去年から今年に。まあまあまあ、うん、今年というか一昨年から去年やな、去年の分な。で、住民税の所得割っていうのがないみたいで、はい、所得割っていうのと均等割っていうのがあって、はい、所得割っていうのは所得の、10% ぐらいなのよ。ただある一定の金額より低いとないみたいで、うん、住民税ないのよ。均等割だけなのよ。はい、で、ありゃ、となるとどうなるんだと、はい、定額減税はと思って、ね、住民税って1人1万円、うん、ね、うん、所得税が3万円、はい、ね、住民税1人1万円で減税されるはずなのに何も通知もなかったから、うん、じゃあ給付か。え、じゃあ給付か。そう思ったのよ、うん、給付かなって。もうちょっと怪しいなと思って、はい、っていうのもね、うちは俺以外におじいちゃんが年金もらってるのよ。はいはい、まあ、厳密に言うと弟とかも所得世帯の中に入っててちょっとややこしいんやけど、うん、まあ、それはややこしいから外して、おじいちゃんが世帯主として、主としてね、うん、で年金もらってて、はい、おじいちゃんのその住民税の決定通知書か、はい、見たら、定額減税1万円引かれてんのよ。あ、引かれてんだ。うんうんうん、でこれちょっとなんか怪しいなと思って、うん、役所に聞きに行ったんだ、はい、うん、そしたらな、住民税の均等割は、給付の対象や、はい、うん、給付金もらえるのかなと思ったら、うん、それは世帯、うん、世帯で給付するんやって。なので、給付金は世帯なのよ、うん、で減税は一人一人なんだ。うん、まあ、減税する税金がないということは給付なんやけど、はい、うちは世帯としてはおじいちゃんが減税受けてんのよ。1万円。1万円だけ。1万円。はい、で、それ以外のうち7人家族やからな。はい、それ以外の6人は減税ないのよ。はい、意味わからんやん。どういうことと思って。なんで ?1 人1万円やからさ、うち6人やから6万円やで。うんうん、大きいよね。うん、で、うん、制度上なんか なんとも言えんというか、その対象外になるんやって。はぁ、なんじゃいその制度なぁ、ふざけてるやろ、うん、舐めてるよな。でな、っていうことはな、俺ら個人事業やから、はい、住民税は去年の12月31日の時点での去年の所得で決まるやん、うん、今年の所得税は俺らは今年の12月31日に締めて確定申告やらないの、はいはいはい、そこで
決まんねん。そうね。決まんねんけど、これ住民税と同じように、もし所得税がゼロやったらどうなの？うん。でもおじいちゃんまた年金で所得税払うの？そうね。俺らまた対象外か？そういうこと？なんじゃそら。いや、正直な、所得税対策としては、うん、あの小規模企業共済とかな、はい、そういうのをちょっと厚めにして、うん、なんせさ、インボイスでさ、俺らみたいなもう超零細農家がさ、ね、年間10万とか20万とかの増税になってるわけやんか、はい、な、だからと思って所得を減らすために、所得控除を受けるためにいろんなちょっとした抵抗してるのよ。まあまあまあ、だそれで今度所得がもしゼロになったら、うん、俺らまた税金、今度は3万かける6人、うん、18万、うん、まあ、合計24万やな、パーになる可能性あるね。で、給付は、うん、ないわけよ、うん、ちょっとでも所得あったらそこから減らされるから、うん、減らされて、違う、それで減税して足りん分が給付金に回るやん。だちょっとでも所得税払わなあかんねんけど、いや、うん、だから頑張って儲けなあかんってことにはなるんやけど、うん、でもまあ、まあ、あの 小規模企業共済とかは控除は多分なあ何もぐらいあるやろ、結構あるで、あれ、うん、4月からやから4,5,6,7,8,9,10,11,12,70,7,80万あるで俺控除されんの、うん、そんなんで税金なくなったらさ結局パーやで、そうやな、何してんだかわけわからんよな、うん、いやこれなんていう制度なんほんま、ね、俺ら何も悪いことしてへんで、ただ普通にしてるだけやで、うん、で制度作った人が間抜けで制度の何あの狭間というか、はい、グレーゾーン、グレーゾーンというかなんかわからんけど、うん、想定してないんかな、親と一緒に住んでるやつとかのこと、そう親と同居で親が年金で税金払ってて、うん、俺らが事業しててたまたまその前の年からな、うん、所得が減って税金がなかった場合どうすんのとか考えてなかったんかな、もうびっくりやな。いや別にな、これが例えばな、水田活用のなんちゃら交付金とか、そのまあまあ他の補助金な、肥料のなんとか補助とかやったら、まあそれは農家だけやから、まあ別に文句も言わへんし対象になれへんかったらそれはしゃあないと思うけど、日本全国国民がみんな対象やろ、うん、で俺ら2000万どころの収入もないんやね、はるかにないんやね、はい、な、でもっと収入の低い人は何給付金もろてんよね、そうよ、で俺らは税金払うか払わんかぐらいのギリギリのところをうろうろしてるだけの話やん、だからやっぱりそんなに大して収入ないわけやん、はい、なんなんこれ、なんなん俺らは何もないんか、何もない、何もないらしいよふざけてるな、ほんまな、その人のための救済措置もないんかいっていう、そうやね、だからな、うん、ここからな、ちょっと俺な YouTube でな、はい、文句言うてな、うん、もうことあることに文句言う倒してな、そうね、で来年の3月の確定申告までに制度がなんかな救済措置できるようにな、うん、ちょっとでもな、なあ、うん、っていうかあのこれ見てる、あの俺ははっきり言って税理士でも何でもないから、はい、あのはっきり言って役所で今日言われたことを言ってるわけよ、はい、役所で言われたことはな、所得あの住民税の、均等割の人は給付の対象ではあるけども、うん、世帯での給付なので、ね、うん、親が世帯主で、うん、まあ、親の俺らみんな扶養に入ってないやん、まあまあ、親父一人やん、ほんで おばあちゃんとかその他全員みんな俺の扶養に入ってて、はい、ママは先住者やん、 その先住者も先住者やから、まあ、同一世帯とみなされて、うん、何わかんねんってこれ、その要するに誰かがもう減税されてたら、まあ、うん、対象外やねんて、意味が分からん、分からん、これ俺間違うてんのかもしらんね、うん、間違うてんのかもしらんけど役所で聞いたことをそのまま言うてるだけやからな、まあまあまあ、で役所の人も、どうしたらいいのって言ったら、そりゃそうやわな、まあまあ、役所の人だって制度作ったわけでも制度変えれるわけでも何でもないから、うん、どないもできへんやん、上から言われたことをね、たんたんと上からというかもうそういう決まりやん、決まりやん、まあ、決まりに穴があるわけやん、うん、そうそうそう、誰やねんこれ考えたやつ、お前責任者出てこいやで、ほんま、ほんまに一番トップやろなあ、もう絶対自民党なんかに投票せえへんねん、こんなん絶対いらんて、なあ絶対せえへん、ほんまふざけんなやで、ね、だってな何もしてないで俺、ね、うん、いや怪しいなと思って、うん、おじんの方のやつには、ね、減税乗ってて、うん、で俺らは全く何もないから、うん、これはひょっとして世帯でくくられてんじゃないかなと思ったら、
やっぱりそうよ、何かの時は世帯でやるやろ。そう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 、ほんま、マイナンバー何のためにあんねん、ほんま。給付せえよな、それを一人ずつな、紐付けしてんねんからな。そうそうそう、なんでこんなややこしいことすんのかな。え、だってあれやで、うち7人家族やろ、はい、ってことは全部で28万円の減税やろ、はい、大きいで、俺らみたいなその7人の生活を月に20万そこそこでやってんねんで、俺らは。そう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 、ほんまなあ、ふざけんないだな。いや、これもともとないもんやったら普通にそのままでいいけど、日本中全部そう、ほとんどの人が受けてて、俺らはないんやね。対象外の人って何割おるんやろか。あのな、例えば海外でお父さんが働いてて、うん、で家族が日本に住んでる場合は、うん、あかんねんて。あ、まだそれはちょっとわからんでもないやん、まあまあまあ、俺日本におるで。そうよ、思っきり日本や、日本ですよ、ここ日本じゃんか、俺熊取りですよ日本に住んでるからな、ちゃんとこの YouTube の収益はもうあの YouTuber 事務所辞めたから、はい、YouTuber 事務所だって生意気に消費税取りやがんないよ、ふざけんな思って な手数料な、うん、もうまあそれももう辞めたからなくなって、今度は Google から直接やから、はい、Google から直接、アメリカから直接やから、ここは消費税ないはずや、うん、な。でもその他の部分は消費税あるわけや、農業の収益は、はい、そうよ。簡易課税で2割の、8割の仕入れという形で認められて、2割に、売り上げの2割に対しての消費税やけど、やっぱり10万から20万余計払わなあかんやん、うん、なあ、こんな小さなところからな、取った上にな、今度何減税か、まあまあまあ、みんなが減税あるんやったら、まあ、俺らもあんのかなってのほほんって構えてたらさ、そうそうそう、ふた開けてみたら、うち関係ないんやで。俺日本人ちゃうんか、ほんま。ほんまに。インボイス買ってしょうもないことしやがってな。こっちは大変やのにやで。登録せんでもええけど、やっぱりほら、何？直売所だってさ、登録しとかんとダメですみたいなとこもあるやん。出荷できないっていうのもあったからね。そう。なあ、農協は出荷するんやったらかめへんって言うけどやで。うん、そんなんな。なんかわけわからへん。制度ももうちょっとちゃんと作れよ、簡単にこねくり回してややこしくしてばっかりやん。税金なんか取らんねえねん、もともとなあ。ガソリンの減税だってもう終わったんかどうか知らんけどさ、そう、ね、結局何そのなんとか暫定税率だっけ、なんか税金取ってそこに消費税かけて、うん、なんでそれやめたらええだけの話やのに、そこからまた補助金戻して、そうそうそう、何こねくり回してんねん。ほんで自分らのな、あの裏金、ね、は税金かかれへんやろ。そう、何してんねん な、ほんま政治家って最低や な。もうちょっとね、いや、たかだか運万円の話やからな、ごちゃごちゃ言うのもあれやねんけど、でも、いや、基本日本国民はみんな減税するんちゃうんけ、はい、なあ、やめてるよな。穴があったらあかんよ、ね、え、何？穴があったらあかんよ。そう、穴があったらもう入ってしもたよ俺ら穴にスポッてはまってもたよ、穴にスポッてはまったよ。まあ、だからな、まあ、頑張ってな、俺らは一生懸命売り上げを上げるんやよ、うん、この先も、うん、でも節税はするよ。そうよ、当たり前やんか、うん、な、節税はするけど、これで所得税払うことがもしなくなってしまったらまた対象外になるんじゃないの、ね、これは大手間とか知らんで、うん、あの、まあ、所得税なくなるっていうのはでもありえるよな。そうよ、うん、だってもしあれやで、まあまあ収入保険とかの問題があるけど、この夏大きな台風が来てとか、ね、例えば俺が怪我してとか、そうね、そうね、まあそういういろんなことが起きて、はい、あの税金を払えなく、まあ、収入がなくなる可能性ってあるやん、うん、俺らは個人事業やから、まあね、もちろんもちろんもちろん、何があるか、何があるか分からへんやん。そうなった時に、まあ、いろんな手当はあったりはするかもしれんけど、はい、所得税は払わなくなるわけや、うん、払わなくなるけど、じゃあ親父と世帯分離せなあかんのかって知っといた方がええんかなと思うね、うん、ほんま、ね、ほんまに。いや、ほんまでもな、そんなんだ、いや、なんか俺も定額減税最近 YouTube でわーって見てたやん。そうだね、ずっと見てた。 YouTube で見てたら、あのいろんな税理士さんがいろんなこと言うてるわ、はい、基本的なこと言うてる人やら、先住者のこと言うてる人やら、ね、うん、個人事業について言うてる人やら、うん、でもあいつらだってな、税理士金儲けしてるからな、はい、親と一緒に住んでないね。あ、俺らみたいにヘッポコ農家は、うん、な、お金ないから、うん、やっぱり親の家に一緒に住むわけよ、うん、な、ママだって我慢して親と一緒に住んでくれてるわけよ、うん、な、な、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んで、うん、な、3世代住んでるわけよ、うちも家にな、うん、そんなところのこと想定してやがれへんやん。
親が住んでて年金で税金払って、でうちが収入下がってな、住民税が非課税になった場合のことなんか YouTuber で誰も言ってへんね。同居のことは誰も言ってなかったわ。え、そうやろ。うん、確かに。なあいつらして、うん、同居なんかしてないもん。ほんまや。ああ同居の場合はってなかったね。ない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 。もう大概な、俺らもそれでな、あの親が年金大概もらってるから、はい、俺らの収入が少なくても、うん、世帯収入で国民健康保険バーンかけられるとかな。めっちゃかけられて。めっちゃかけられて。だから俺らは法人作って厚生年金にして最低金額に収入してとか、うん、いろんなことしながらなんとか生き抜かれてるわけやないか。うんうん、ほんま次から次とな、うん、税金とか金取ることばっか考えやがってさ。それで減税になった途端、うちには、回ってこへんねん。なんじゃのらんま。なあ。ほんま腹立つわ、ね、いや金額以上にこれ恨みやね、うん、ほんまにほんまに絶対にもうこれな自分らはパーティー券このこの間のあれでもさ5万だの10万だのさ、はいはいはい、なふざけんなって、ね、なそれで自分らはそんなことしといてな、うん、税金払わんでええように払わんでええようにしてな、うん、あの文書通信なんちゃら滞在費とかそれもな要は選挙区に自分らで全員ばらまいてるだけの話やんか自民党なんてそんなことするからお金かかるんや、うん、選挙に金かかるアホか子育てにも金かかるしな農業にも金かかるしみんな金かかんねん自分らだけ金かかるみたいに言うなふざけんななあ舐めてるわもうだからほんまな自分らはそんなことして俺らはあ分け前はな分け与えたるわって、はい、お前らも増税メガネ言われんの嫌やから減税したるわ言ってあしてもらえるんや思ったらうちなんやでなんやでなんやそれやでうち7人おっておじいちゃん1万円減税されただけやそれだけやで所得税まあまた3万円おじいちゃん引かれるんかもしれへんけどなまあまあまあ所得税もあれかあ年金で の, 金のあれ見なあかんな年金の なあれな、うん、通知なもう、まあ、なあママが先住者でママでも先住者やけど30万しか給料取ってないから、うん、どないなるんかなとかいろいろ考えてたけど、ね、それ以前の問題やったよ先住者とかそうなんちゃうねんもう俺が事業主なママ先住者、はい、子供おばあちゃんな所得あの扶養家族なところがおじいが別におったわけや おじいが年金でポッと税金引かれてあの減税受けてるもんやからこっち対象外やて終わりっていう何それどんなんやねんもういやね、これ見てる詳しい人おったら、ね、いやそれお前間違ってるでって、うん、なそういうのそうじゃなくてこうしたらいいよとかいうアドバイスあったら教えてください、うん、俺も今役所に言われたことで腹立ててるだけやから、うん、これが正しいかどうか間違ってるかどうかっていうのは専門家じゃないのでわからないんですけど、うん、もしちゃんとねいやこうやったらいいよっていうアドバイスとかもしあればぜひ、うん、ください、うん、ほんま大概やでなもう今日はそんなばっかりやねんほんまお風呂のなそうよ見積もりもさお風呂ちゃんと出してお風呂新しくしよう思ってな、うん、170万かかんねんね、はい、であ給湯器もダメですねって後出しじゃんけんで50万ですってふざけんなって突っ張ね立ったほんま、そらそうだほんま俺怒ってるからあったふたしてたからな、うん、俺怒るよな後からほんま、うん、初めに言うてな200何本やって言うんやったら話は別やけど、うん、先にここだけ言うといて後からこっちもダメですとか言ってそれは一遍に言えよってそうそうそうこっちは専門家ちゃうんやからそうそうそうそれはまあ関係ないんやけど、はい、それはまあ別にしゃあないがな、はい、うん。でそれの何なんちゃら補助金とかもちろん俺らも申請するで、はい、な申請するけどそれはそれやんか、うん、で俺らはあのやっぱりほら今まではな青年収納給付金とかさ、はい、今の次世代なんちゃら試験やな、うん、収納した時にもらえるお金あれだってさほんまやったら5年間もらえるところ、うん、まあなもう俺らは先農業始めてしまってたから、はい、結局あと3年しかもらわれんかって、はいうん、なでもそれも制度やんかや、ね、で結構200万とか100万とか金もうたから、はい、それはなごちゃごちゃ言わんとありがとうございますって言って受け取って、はい、しかも役所の手違いで余計振り込まれて、はい、後から 2,30 万返せ言われてそうよ俺らの貯金に溶け込んだ金から 2,30 万取られたら痛い痛い言うけどもそれもな我慢して、うん、なそれはもう間違うこともあるやろうから、はい、なんで俺らもらってる立場やし、はい、なんでなんとかそれで農業ができるようになったらいいかなと思って一生懸命やって感謝して補助金とかももらってきたよ、はい、大概補助金ももらってるよでも今回はな減税やろ、うん、なあふざけんなよほんまふざけんなよいや金額にしたら一人な4万円やから、はいまあ、そんなに大したことはないっちゃ大したことないけど、うん、ないけどやっぱり人数多いっていうのもあるしほんで
人数が多かろうが少なかろうが一人一人の権利やろ、これは権利というか、減税、お上が減税してやるぜってやってるのに、はい、なあ、なんでやねん、なんでやねん、なんであふうちだけは、ま、外れんねん、ま、納得いかへんわなあ。まあ、そんなこと言うたってな、まあ、制度やからしゃあないし、はい、でもこうやって声を上げて、うん、な救済措置ができるかもしれへんやん。だからもうな、定期的にな、動画がバズるかバズれへんか別として、はい、定期的にこの動画を発信して、はい、うちは定額減税もらってません、いやもらってないというか、給付金もらってません、はいはい、定額減税してもらってませんって言うていって、はい、な俺らができるのはこれぐらいやねん、ね、役所に文句言おうが税理士にガチャガチャ言おうが世の中変わらへんねん。もう俺はたまたまちょっとだけ発信力あるから、この発信力利用して、はい、うちは定額減税もらってないぞ給付金ももらってないぞどうするんだな、責任者出てこーいいやほんまによ、いやいろんななことやったらな、たまたまその外れることがあったり対象外になることっていうのはあるかもしれんけど、うん、今回の対象外はちょっと制度がずさんすぎるよ。だっておじいちゃん、だって一つの世帯で収入なんてね、奥さんもあればいろいろあるやろ、いろいろあるやんか。ある中で誰かが税金減税されたら、うん、後の人の減税はなしねみたいなことになるか普通なあ。だってこっちはこっちで収入あるわけやね、収入あって、その今年はたまたま住民税、まあ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 、均等割までな、所得割がなかったというだけで、はい、去年はちゃんと払ってるし、その前の年もちゃんと払ってる、毎年払ってるやん、うん、なでこっちは農業という不安定な仕事をしてるわけやんか、はい、でその農業のあれもあれやで、なんで所得が減ったかって、これも変な話でさ、うん、収入保険ってあれやろ、うん、収入保険なんかわからんけど3年前も結構くれたし、はい、2年前も結構くれて、うん、2年前というか去年な、うん、だから去年一昨年でまあまあくれて、はい、で同じぐらいの売り上げのになんか制度が厳しくなったとか言って、そうそうそう、今年バーン減ったもん、減ったでその減った分で所得が減ってるわけ、わかる、なまだ俺らその金持てないけど、それは前年の所得として入れるから、うん、だからその所得として減った分で減ってるわけよ、うん、なんか変な話やね、もうこねくり回したらして、うん、わけわからんねん、ね、だったらもうもっと簡単にせえもん、ねえ、欲しい、ほんまなあ。ということでね、はい、散々もう文句ばっかり言ってきましたけど、はい、まあ俺らにできることはもう動画でぐちぐち文句言うことと、まあまあまあ、はい、あとはこう制度変わって救済措置ができることですよ。そうこれを見た政治家の皆さん、政治家見てないかもしれんよな、見てないやろな、見てないけど政治家の人もね、ね、ちょっとツイッターとかでも発信してよ、ママいろいろな、うん、ママ大概SNS やれへんねん、うん、子供農業学校もやれ言うてんのに大概やれへん、うん、昨日やったけどね、もう開けた？開けたよ。インスタ開けた？あ、マジで？見てないわ。見とくわ。何じゃ。まあ俺らは基本明るく楽しくバカっぽくね。うん、別にまあ世の中気に入らんことには文句言うけど、うん、まあ基本は楽しく生きようとしてるのに、まあね、うん、楽しくない邪魔をするな。そうそうそうもう余計なことをするな。そうそうそうね、だったら減税なんかなくていいよ。そうそうそう、そんなにしなくていいよ。そう、まあ増税もいらんけどな。そうそうそう。インボイスもいらんけど。いらんけどね。水田活用のなんちゃら交付金も20歳かとか言ってさ、もうなくなるんやよ俺らな。あれもまあそりゃそうやわな、大概そんなそんなもん田んぼのところに金をばらまくっていうおかしな制度やろ、まあ、それ根本的にやめりゃええやんって思うんやけど、うん、あれも利権化してるからな、ね、で今回やめるとか言うとやめるって言われたら俺らも腹立つやん、うん、なあ、だからさ、なあ、ちょっとそういうことで文句言いましたけど、はい、まあ、そんな感じでこれからもまた定期的に文句誘導を上げるかもしれません。はい、まあ、基本的にほとんどね、ほとんどの人は減税の恩恵を受けてるわけで、俺らみたいに受けられないっていうことが分かるという人はあんまりいてないと思うんですけど、もしそういう方がおられたら一緒に戦いましょう。誰に戦うかは知らんけど。ということで、どうする？終わります。頑張って働こうね。頑張りましょう、はい、頑張りましょう、はい、おしまいです。それでは皆さん、さようなら。